国軍は弾道ミサイルを発射。一部は台湾に近い沖縄県の与那国島の南およそ120キロに落下したと推定されています。では与那国島にはおはよう日本の岡部記者がいます。岡部さん、現地ではどのように受け止められていますか？はい、驚きを持って受け止められています。ここ与那国島はですね、中国軍の軍事演習の区域の一つからおよそ60キロしか離れていないんです。この付近では海外の軍艦も通ることがあるということで、地元では今回の演習をいつものことだと受け止める人も多くいました。しかし弾道ミサイルが中国から近くの海に落下したことで、雰囲気は変化しました。民宿で働く女性は、中国と台湾だけの話かと思っていたら日本にも迫ってきている感じがして予想もしていなかったので驚きましたと話していました。岡部さん、新たな動きもあるようですね。はい、地元の漁協はですね、急遽漁の自粛を呼びかけ、船を出して漁場を監視する活動を中止することを決めました。はい、また与那国町の担当者にはですね、町民から大丈夫なのかと問い合わせの電話も来ているということです。しかし国からの情報や指示はなく、独自に判断はできないため困っていますと話していました。与那国島からお伝えしました。中国軍が昨日開始した重要軍事演習。台湾を取り囲むように合わせて6カ所の海域と空域で行われています。台湾海峡に向けて長距離の実弾射撃演習を行ったと発表しました。Ang Taiwan is provincial ng China. Gusto niya sakupin talaga ng China ang Taiwan dahil sa bagay mga Chinese naman sila, kaya lang provincial lang daw nila yung Taiwan na yan, kaya dapat ipangalan pa rin sa China. 副大統領に次ぐ要職の訪問に激しく反発しています。中国は演習についてアメリカと台湾の結託に対する厳正な抑止力だとしています。こうした中、中国は本日15時頃から16時過ぎにかけて9発の弾道ミサイルを発射した模様です。このうち5月が我が国の EZ 内に落下したものと推定されます。台湾の NASA 社のアート、日本政府は中国軍が発射した弾道ミサイルのうち5発が日本の EEZ の内側に落下したと推定されると発表。中国側に抗議したことを明らかにしました。落下した地点は与那国島の南およそ120キロなどです。中国の弾道ミサイルが日本の EEZ 内に落下したのは初めてだということです。林外務大臣は訪問先のカンボジアで、中国の行動を強く非難し抗議をしたところであります。軍事訓練の即刻中止を改めて求めます。ファクトリーでのジャパンドンサー台湾、これまでのところ中国政府の公式な反応はありません。ただ日本側が演習区域に日本の EEZ が含まれているとして懸念を伝えたことについて、中国外務省の華春瑩報道官は昨日の記者会見で次のように述べています。的确中日在有关的海域呢还没有划界，所以不存在说有关的这个军事行动的区域是位于或者说进入了日本专属经济区这样的一种说法。演習はあさってまで行われ、台湾周辺では緊張した状況が続いています。中3本なだわ。台湾では市民生活はほぼ普段通りですが、ang ganda ng kasinan Taiwan の民間の航空便の一部は演習区域を避ける遠回りの航路を取っているため遅れが出ています。台湾の蔡英文総統は昨夜動画で談話を発表。
pag sumagot ang Taiwan, patay. Sumagot sa missile. Marami na rin armas ang mga Taiwan. Patayan, inchik sa inchik. 中国に自制を厳しく要求しました。またアメリカのブリンケン国務長官は ASEAN 東南アジア諸国連合との外相会議で、中国を強く牽制しました。こうした中、アメリカのペロシ下院議長は昨夜専用機でアメリカ軍横田基地に到着。今日午前、岸田総理大臣と朝食を共にすることにしていて、台湾情勢や中国との関係をめぐってどのようなやり取りが交わされるか注目されます。キシンキシンパメロン COVID。 では大雨についてです。前線や低気圧の影響で北陸や新潟県、山形県ではおとといから昨日にかけて記録的